宇どの港は、三重県南室郡紀宝町にある地方港湾。港湾管理者は、三重県。統計法に基づく港湾調査規則では、公主港湾に分類されている。北越コーポレーション、奇襲工場紀伊半島の東部、熊野川川口武佐に位置する港湾で、熊野灘に面している。熊野川の右岸は、和歌山県新宮市となるため、三重県最南端の港湾である。 かつては、熊野川に面した川口港であったが、水害により繰り返し被災したため、1970年代の改修で高校部が海側に変更された。古くは、熊野水軍の本拠地として栄え、江戸時代の文化年間には約 1.2km の石堤が築造された。1874年に河口と港の修築工事が行われたが、1889年8月の、 戸塚和大水害で全施設が流出した。その後、水面貯木場の整備が行われ、同百8 8 9年に第1期工事、1903年に第2期工事に着手、熊野川流域で産出される木材の積み出し工として整備された。1903年に、運河の改作、1942年から1953年にかけて、 同流堤が整備されたが、同年9月の昭和28年台風第13号により、土砂が流入、1959年9月の伊勢湾、台風まで相次いで被災し、港湾の機能は大幅に低下した。1971年以降、北側に屈曲していた熊野川川口部の流路を直線化、航行部を海側に変更する大規模な改修事業を行い、 1977年11月には、改修によって生じた造成地を奇襲製紙に譲り受け、奇襲製紙奇襲工場の容器となった。1980年2月に200設備が完成、以降は製紙工場の原料となる木材チップ、重油、化学薬品の輸入、製品となる紙、パルプの一室が貨物取扱いの中心品目となっている。 2015年度の発着数は1294席、内外国商船12席である。東港を発着する定期航路はない。港湾区域は、熊野大橋岩岸山の第七橋脚中心部から119度10分2000メートルの地点まで引いた線、同地点から96度10分1100メートルの地点まで引いた線、宇0の村かじが花から90度1000メートルの地点まで、 引いた線、同地点と先の地点を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面並びに上記の線により囲まれた新宮川河川水面と指定されており、北越紀州正式奇工場が立地する南側の河原地区と小型船船だまりがある北側の平島地区に分かれている。帰省本線宇どの駅が隣接しており、 製紙工場へは専用線が通じており、2013年3月16日のダイヤ改正まで貨物列車が発着していたが、船舶輸送への切り替えにより運行終了、その後撤去された。ありがとうございます。